まして、松浦拓です。よろしくお願いします。今日は風やばいですね。すごいですね。はい、もうこれが群馬の空風なんですよとりあえずはここは僕がよく遊んでる公園でございます。よろしくお願いします。じゃあちょっとこっちに地元の友達というかいるんで。こんにちは。中林愛ちゃんです。音楽をねすごいやってて、で僕も音楽やってるんで、それで友達になって、地元が同じなんでよくしていただいてる。諸尾地区はですね、もう本当に楽しくて元気な人ばっかりなんでね、すごく支えになってます。諸尾愛が強いです。そうめちゃめちゃで、お囃子とかすごいやってて、で今回コロナでなかなかお囃子のね発表する場がなかったんですけど、諸尾と結構栄えてるところは諸尾三里とかこういくつかあるんですけど、諸尾は今、5つの屋台があって、はい、でそこが各町内の保存会が昔からの屋台を文化庁の補助をいただいて、ここ 2,3 年で本屋台を修理して、はい、で本当は今年度の夏にお披露目をする予定だったんですけど、コロナでできなくって、はい、でも、ね、もし来年できれば修理した昔からの屋台にみんなで乗って、はい、みんなでお囃子ができればいいなと思ってます、ね、こっちがお店のあれなんですけどね、ここにステージを作る予定です。はい、こちらは住居、こちらに住みます。はい、ここを壁で仕切るんですよ。でこっちはもう我が家になるん でここ僕の部屋になりますでここがリビングというかあれになるんです。景色なんですよ。向こうに見えるのが赤城山ですね。あそこからこいつが来るわけですよ。もうね、40過ぎるとちょっとこう体がこう維持できなくなってくるんで、1時間ぶわーってこっち行ったりあっち行ったりこう歩いて、ほんまはポケモンしながら歩いてます。あ、全然平気ですね。このぐらいの寒さやったらもうちょっとね、ほんまはもうちょっと厚着してます。今日はこのあと、ラジオ局で YouTube の生配信ライブがあって、でそれに今から向かうところですね。普段はね、営業の仕事もやりつつ、週4日間だけね、それなりにちゃんと働いてますねでそれが火水木金が営業の仕事してて、で大体土日、今ねちょっとコロナのあれであれあんまないんですけど、土日で音楽の仕事して、で月曜日がラジオの収録とかそういうのやってる感じ。休みいつやねんっていう感じなんですけどはい、そんな感じでやってますね。その移住のきっかけが、伊勢崎の花火大会を見に来た時に、知り合いの芝町に八幡神社っていうのがあるんですけど、そこの神社の総代さんと仲良くなって、で総代さんが伊勢崎の音楽とか、音楽文化をちょっと盛り上げてほしいっていう声をかけていただいて、でちょうどうち奥さんが妊娠してて、で、東京で子育てするのも大変やし、僕島根出身 で奥さんが青森出身なんでね、で2人ともやっぱり田舎者なんで、都会で子供育てるよりちょっと穏やかなところで子供育てたいなっていうのがあったんで、声かけてもらって、その半年後にもうすぐ伊勢崎に引っ越してきて、公園がねやっぱね群馬すごく多くて、車で出かけるところもやっぱね子供の国とかいろいろあるじゃないですか、昆虫の王国とかだからどこもいろんなところに連れてってあげれるんで車で。で子供にとってはやっぱ本当に良かったなと思いますね、こっちに引っ越してきて。おすすめスポット、群馬は
道の駅がめちゃくちゃあるんですよ。その道の駅ってその土地土地の野菜、旬の野菜とかがすごく安く売ってて、で子供が遊ぶ場所もあるんで、道の駅はねすごく行きますね、車で家族で。群馬に移住して今6年目なんですけど、もう群馬に来る前から、まあ、そのお酒飲んで食事できて音楽ねステージでライブできるっていうお店をずっと作りたくて、ずっと構想はしてたんですけど、この諸地区でいろんな人とつながった時に、まあ、このお店でちょっとそういうね、まあ、タクちゃんって言われてるんですけど、まあ、タクちゃんにちょっとやってほしいなっていう声かけられて、じゃあやっと念願かなってやりますかっていう話になりましたね。あ、ちょっと高橋さん凝っちゃっても大丈夫ですか？社長です。あ、よろしくお願いします。YouTube いろいろやってくれるんで、じゃあどうぞ入ってきます。はい。普段月曜日ラジオ。そうですね。放送は毎週日曜日なんですけど、収録なんで日曜日がね、やっぱその家族とまあ過ごしたい日なんでね、生放送はちょっとやめさせてもらって。で月曜日に収録してる感じですね。これからリハーサルやるのは、そのラジオの企画の中で、ある一つのコーナーがあって、上毛かるたにメロディーをつけて上毛かるたの歌を作っていけば結構いろんな人とつながったり仲良くなれるんじゃないかなっていうことで、上毛かるたの歌を番組内で作ったんですよね。でそれが上毛かるたが終わって、でどん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 次のカルタがいただいて、伊勢崎カルタだったり玉村カルタだったり、でそれが13作品たまって、13カルタの歌が13個できちゃったんですよ。で、発売することもできないし、なんか一つのまあ区切りというか、どっかにまあ発表したいなっていうことで、さっきの社長に声かけていただいて、じゃあ YouTube の生配信で今までやってきたやつを発表しようかっていう YouTube の生配信ですね。まさかの、で今これが、はい、近っ。群馬県のですね、まあ、注文エリア、まあ、伊勢崎とか前橋はですね、もう本当に遊ぶところがいっぱいあって、家族で出かけるところもいっぱいありますし、自然もあるし、モールとかそういうあの買い物するところもいっぱいあるんでね、すごくいい、住みやすい場所だと思います。また車で東京とかも意外とすごい近いですからね、東京に遊びに行くこともできますし、新潟の方に行くこともできます。いろんなとこに行ける中間地点ですごくいい場所だと思いますのでね、ぜひ群馬で待ってます。バイバーイ。